寺田駅は、富山県中新川郡立山城浦田にある、富山地方鉄道の駅である。駅番号は T08。駅の北寄りに本線、南寄りに立山線のそれぞれ2面2線のホームを持つが1番線と3番線の間に待合室と一面になっている3面4線の地上駅である。ホームは駅舎側から順に4番、3番、1番、2番と変則的になっており、1.3 番線ホームはつながっている。寺田駅構内、立山線電車乗り号は右側通行になっている。駅舎は開業時より使用されている木造駅舎であり、駅名の表札が駅だじと未だに駅かつ右書きで表記されている数少ない駅である。長年にわたりほとんど改修されずに使用されていたが、老朽化のため2016年に改修工事を行った。改修工事完成後も、出札窓口や待合室などは改修前とほぼ同じままになっている。IC カード専用改札機が設置されている。1番線と3番線の間の待合室の一部には旧信号呼気所が残されている。列車衝突事故により機能が廃止された。両線は電鉄と山形で分岐する。旧立山鉄道線廃止の代替として開業当初よりデルタ線の設置が予定され、駅東側に上市方面と五百石方面とを連絡する短絡線が敷かれる予定だった。路盤のみ完成していたが線路が敷かれることはなく、未成に終わっている。このため立山宇奈月温泉間の直通運転を行うアルペン特急は、立山発宇奈月温泉業の場合まず、立山線からの上り3番線で降車扱いを行い、電鉄と山形本線上に停車して方向転換し、本線下り2番線に入り乗車扱いを行う。宇奈月温泉発立3校の場合は、この逆である。富山県統計年間と統計立山によると、2019年度の1日平均乗降人員は360人である。近年の乗降人員推移は以下の通り。ありがとうございます。